おはようございます。本日は7月の23日土曜日です。時刻はもうすぐ朝の8時を回ろうとしております。現在いる場所は東京駅です。この東京駅で何をするかと言いますと、今回の動画はですね、東京の前身であります江戸、その江戸の名残を東京を歩いて散策していこうと、そして探していこうという、そういった動画です。それではよろしくお願いします。まあ、そんな感じの動画なんで、今回はですね、やはり古地図を使って歩いていこうと思います。現在地をまず確認しましょうか。現在地は東京駅なので、ここですね。この辺り。もうこの辺りはですね、見たらわかるかと思いますが、いろいろ家紋があるわけです、ここに。これは何かと言いますと、ここら辺に大名屋敷が建っていたということがわかるかと思います。こんな感じで、今回は古地図を見ながら、この辺りは昔何があったのかということを話しながら、東京を歩いていきます。さて今回出発する東京駅ですが、反対の方、こちら西の方を見ますと、ずっとまっすぐ道が続いておりまして、向こうの方にはですね、江戸城があるのが、少し石垣が見えますかね、わかるかと思います。つまり現在はあちらの方に天皇がお住まいになっているということですね。でこれは再建された東京駅なんですけれど、初代東京駅はですね、天皇のための駅というふうな、そういった扱いを受けてましたので、こっち側にしか出入り口がありませんでした。でも今はですね、向こうに八重洲口という、入り口がありますので、そっちの方向へと向かっていきます。日本の中心はどこでしょうというふうに聞かれるとですね、まあ、多くの日本人はこの東京の名前を挙げると思うんですけれど、まあ、東京が日本の中心になったのは結構最近のことでして、昔は東京ではなく京都が日本の中心でした。でそれがなんで変わったのかっていう、まあ、タイミングがあるんですけれど、その一番最初の出来事といえばですね、徳川家康が江戸に入ってきたと、そういった出来事が挙げられるんじゃないかと思います。歴史に興味がない人もですね、戦国時代という名前を聞いたことがあるかと思います。その戦国時代というのはですね、日本がいくつかの国々に分かれておりまして、でそれで戦っていたというふうな、そういった時代です。でその戦いの状態を終わらせたのが豊臣秀吉といった人物で、その豊臣秀吉の仲間みたいな感じでしょうね、仲間みたいな感じで戦っていたのが徳川家康といった人物です。で豊臣秀吉から徳川家康は、あっちの関東の方を、治めてくれよというふうに頼まれましたので、徳川家康は江戸城に入ります。これが徳川家康が江戸に入った一番最初の、出来事です。現在はこのようにビルが立ち並んでいて、もう完全に都会といった感じの東京ですが、徳川家康が江戸に入った頃にはそんなことはありません。この周辺はですね、もう草と木と、そして、向こうの方には海が見えるといった、そういった場所でした。で、この東京が都会になった原因というか要因というのは、その徳川家康が整備したことが原因なんですけれども、その整備の中で一つご紹介しておくことがあります。ここに外堀通りというふうに書いてあります。現在はお堀はありませんが、この通り道のちょっとこっち側ですかね、今僕が立っているあたり、このあたりにお堀が通っていたことが分かっております。さっきの星図で、進んできた道を確認してみますと、ここに久世広近の屋敷があって、この反対側にやってきたんで、このあたりですね、現在僕がいるのは。ここにお堀が通っているのが分かるかと思います。で外堀通りはおそらくこの太い線でしょうね、この太い線なので、外堀通りよりも、少し東京駅側、この辺りが昔堀があった場所です。つまり今人が普通に行き来していますけど、あの辺りは全部水が通っていたわけです。でこの線からこっち側あたりが、内側の道でしょうかね。で向こう側に見えますのが外堀通り、なのでここは昔堀があって通れなかったわけです。だから、まあ、江戸時代っぽく堀がある想定でぐるっと橋を渡っていきましょう。なんか一つでもお堀の跡が残っていたら面白いなと思ったんですが、まあ、跡と言いますか、ちょっと名残と言いますか、ここにですね、地下パーキングがあります。ここ地下に入っていくってことはですね、まあ、お堀の中に入っていくような形になっているので、まあ、ここに入っていけばお堀の中を追体験できるというふうな、そういった状態でしょうね。さて外堀通りをずっと南の方に向かっていきますと、あそこに梶橋というふうな交差点があります。この交差点を梶橋というふうに言うんですが、まあ見ての通り橋がないんですよね。もうお決まりなんで分かっているかと思いますが、昔ここに堀があってですね、だいたいこの辺り、この辺りに堀があって、それを渡る橋があったというふうな、そういった場所なので、梶橋という橋の名前は残っているんです。すぐ近くにはこのように、梶橋門跡というふうな案内看板もあります。でこっちの方見ますと、梶橋はここにありますね、梶橋というふうに書いてあるんですけれど、ここの橋の部分が現在いる場所です。お堀が通っているのが分かるかと思います。で東京駅はだいたいこの辺り、もうここら辺に警視庁なのかな、これは、東京府裁判所もいろいろ書いてあるんでね、なんかこれだけで歴史を感じるんですけれど、
まあ、あんまり話してたら時間がないんで、ここら辺が東京駅で、ここにまあ外堀通りが通っていて、その内側に外堀があるというふうな、そういった感じです。で、今から梶橋のちょっと向こうの方に向かっていこうと思います。こちら先ほどの案内看板から少し移動してきました、梶橋の交差点です。で、なんで梶橋というのかをですね、ここでちょっとお話ししておこうと思います。ここに地図があるんですが、梶橋御門というふうに書いてある門があって、そしてここに橋がありますね。で、その先に梶町というふうに書いてあるのが分かるかと思います。ここに梶屋さんがあったわけです。ちなみにさっきの地図のこの堀の反対側を見ますとですね、ここに松平土佐というふうに書いてあります。松平土佐、つまりですね、山内陽道が有名かと思います。土佐藩の山内家の屋敷がこの辺りにあったというふうな、そういった場所でもあります。他にもこちら梶橋の写真が残っていますのでご紹介しておきます。ここに見えるのが梶橋です。で、こっちには門があるのが分かるかと思います。なので、だいたいこの辺りが橋、そしてここら辺に門があったのが、それが分かるかと思います。そんな梶橋交差点をずっと東の方向に向かっていくとですね、有名な通り道があるんで、その方向へと向かっていきます。現在地の地図を見ますと、こちらはなんだ、梶町と桶町とそして牧町とか、いろいろ、まあ、売り物が書いてあるんですね。すき家町、干物町と、他には、時和町とか住町とか、まあ、いろいろ書いてあるんですけれど、まあ、この周辺がですね、江戸時代から商業を支えてきた場所だということが分かるかと思います。この周辺に町人がたくさん住んでいたんですね。さて、梶橋通りを東に向かっていきますと、こちら、京橋という風な交差点に出ます。京橋っていうからには橋があったんだろうなというふうにもう推測がつくかと思いますが、ちょっとですね、道順を確認しておきましょうか。JR 東京駅、ここがスタートでした。で、ずっと外堀通りを南に下っていきまして、梶橋と、梶橋を渡りまして、そして現在地がこちらですね。で、京橋交差点にいるんですけれど、もともと京橋があったのはこの辺りです。どういうことかと言いますと、昔は外堀通りの辺りに堀が通っていまして、で、ずっとここに、東京の高速道路があるんですね。この高速道路のところ、ここに堀があったんですよ。なので、この堀を渡るための橋が、京橋というふうになっております。ちなみに、この京橋交差点がまっすぐ道路が続いているのが分かるかと思うんですけど、これがですね、東海道です。向こうの方に行きましたら、江戸の日本橋がありまして、こっちの方に向かいますと、京都に向かうというふうな、そういった場所ですね。だから京都に向かう橋だから京橋っていうんじゃないでしょうか。で、さっきお話しした高速道路があちら、ちょっと近くに行ってみましょうか。さて、高速道路の近くまでやってきました。もう向こう見るとですね、どう考えても橋があった跡みたいなものがあるんですよね。こっちの方にもなんか書いてあるな。やっぱりそうでしたね。ここに京橋というふうに書いてあります。この柱ですが、まあおそらく橋で使われていたものでしょう。で、現在はこのように高速道路が通っているんですけれど、この高速道路の真下、この辺りに堀が通っていまして、ここから向こう側に、橋が通っていると。だから堀の向こう側にですね、現在はこちら銀座通りというふうに書いてありまして、この堀の向こう側が銀座というふうに呼ばれるエリアです。で、今から向かっていきますのはその反対側、もう向こうに行ったらね、京都だったんで、こっちの方向に、江戸の日本橋がありますので、そっちの方向へと向かっていきます。昔はこの周辺もね、なんかあの商店が並んでたんでしょうけれど、もうどこ見てもビルばっかだな。ホテル、ビル、あとはなんだこれは、銀行か、銀行とかもありますね。さて、東海道を進んでいきますと、こんな感じの場所に出ます。で、向こうの方に東京駅が見えてるのが分かるかと思います。あれが東京駅で、東京駅の今見えてる方向の入り口をですね、八重洲口というんですけれど、それにはですね、一つ理由がありまして、その話をしておこうと思います。こちら、まあ、生首みたいになっているんですが、この方がですね、ヤン・ヨーステンという人物です。ここに書いてありますね、1600年にオランダ船リーフレ号でウィリアム・アダムストラと文後に、漂着したというふうに、この人はだから今でいうとこの大分県に、まあ、流れ着いたんですよ。で、そのまま日本にとどまりと、で、徳川家康の信任を得て外交や貿易について進言する役目に就いた。だから外交の担当官になったってことですね。で、彼の屋敷がですね、この周辺にあったんですよ。で、その地がですね、彼の名にちなんで八代洲橋というふうに呼ばれるようになります。ヤン・ヨーステンだから八代洲ですね。だから八代洲で八代洲橋というふうに呼ばれるんですけれど、それがどん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 なまっていってですね、現在もですね、この周辺は八重洲というふうに言われているんです。だから向こうには
八重洲案内地図というふうに書いてあります。そんな八重洲からずっと東海道を北の方に向かっていくと、向こうに見えてますね、もう日本橋というふうに書いてあるのが分かるかと思います。では日本橋の方へと歩いていきましょう。さて到着しました。こちらが日本橋です。日本橋と言いますとですね、五街道の起点として知られています。現在はこのように石で作られた橋となっていますが、江戸時代にはこの日本橋は木製の橋として知られていました。上の方を見ますと、こちら高速道路が通っているのが分かるかと思います。現在はこのような景観になっていますが、この景観が良くないというふうに感じる方が多いらしくて、この高速道路は堀の下の方に埋められるといった、そういったお話し合いが今されているところです。こちらには日本の道の起点ということもありまして、地底標が掲げられています。そしてこっちには東京市道路原標というふうに、ここは日本の中心であるみたいな感じで書いてあるんですね。で、はい、ここがゼロ地点ですよというふうなことが書いてあります。向こうにも、おすごいな、鹿児島まであるわ。鹿児島が1469、ちょっと想像つきませんね。日本橋と言いますとこの浮世絵が有名かと思います。で、おそらくですね、僕が今立っているこの辺りから見たような、その風景を描いたのがさっきの浮世絵ではないかと思います。ちなみに日本橋の浮世絵にはよくですね、ここ見えますかね、桶を持っている人たちがいるんですけれど、頭には魚が乗っています。また別の浮世絵なんですが、これでも日本橋周辺には桶を持って魚を持っているというふうな、そういった人がいっぱいいるんですね。で、何かと言いますと、ここにですね、魚屋さんがずらっと並んでるんですよ。どこかと言いますと、日本橋から渡ってきてこっちの方向にですね、魚屋さんがいっぱいありました。日本橋のすぐそばにはこのようにですね、日本橋魚市場発祥の地というふうに書いてあります。で、ここちょっと見てみますと、だいたいざっと読んでみたんですけれど、日本橋から江戸橋にかけての日本橋の川沿いには、江戸橋っていうのは向こうの方ですね、あっちに江戸橋があります。で、これが日本橋なんで、この川沿い、だいたいこの辺りにはですね、魚の市場がありましたよというふうに書いてあります。魚河岸がありました。で、そのここで開かれた魚市は、江戸時代初期に佃島の漁師たちが将軍や諸大名へ調達した御膳、なんて読むんだ、御魚の残りを売り出したことに始まりますというふうに書いてありますね。ということで、ちょっと詳しく説明しますと、この川をずっと向こうの方向に行きますとですね、江戸城があります。で、江戸城に入った徳川家康はですね、お魚が食べたいなと思ったんでしょう。大阪府にある佃村というところからですね、漁師を引き連れてきまして、よし、お前たち、じゃあ佃島という島をやるから、お前たちはそこで生活して、私たちのために魚を取ってこいというふうに、そういったわけですね。で、その取ってきた魚を、徳川家康とかに食べさせてたわけですけど、残るんですよ、お魚がですね。その残ったお魚をこの魚河岸で売り始めたというふうな、そういったことが書いてあります。それがですね、この魚市場の一番最初の発祥の地であるということが、ここに石碑として残っているわけです。で、その続きがありまして、その魚河岸はですね、大正にあった、関東大震災の時に現在の築地に移りましたと。だから築地の市場っていうのは、そういった原点があったわけです。現在は築地にはありませんけれど、そんな感じで日本橋は江戸時代から経済を支え続けてきたことがわかるかと思いますが、その経済の象徴ともいうべき建物がここにあります。三越です。さて、日本橋から少し移動してきました。三越があるんですけれど、この通り道がですね、とても有名な通り道です。今見てもただの道なんですけれど、ちょっと浮世絵の方をお見せしようと思います。こちらが先ほどお話しした道です。で、何が有名かと言いますと、この道の真ん前に富士山が見えるんですよ。で、他にもこのように同じような道を描いた浮世絵があるんですが、同じようにですね、富士山があります。もちろん現在はこの向こう側にはもうビルがいっぱい建っているんで富士山は見えませんけれど、ここから富士山が見える、つまり駿河の国が見えるということで、この周辺を駿河町と呼んでいました。またさっきの絵なんですけれど、これよく見るとですね、右側にはなんかマークが書いてあって、で、左側にも同じようなマークが書いてあるのが分かるかと思います。で、別の絵を見ますと、このマークが何なのかが分かるかと思うんですけれど、井戸の井に中にですね、三というふうな漢字が書いてあるといった、そういったマークです。これね、何かって言いますと、三井のことですね。なので
現在見ているこの通り道の左側、そして右側、両方ですね、昔から三井の土地であったということが分かるかと思います。で、現在見えている左側の建物が三越というふうに書いてありますね。三井越後屋の三つと越を取って三越というふうに改名されたものです。そして右側、豪商はね、昔から両替商としていましたので、こちらにも三井の銀行があります。まあ、三井と住友、両方の銀行といった方が正しいのかもしれませんが。ということで、この2つは、昔から三井の土地であって、それが浮世絵の題材にもなっているといった、そういったことがわかるかと思います。さて、この周辺の古地図を確認してみますと、ここが駿河町ですね。で、よく見たらここに堀があるんですよ。で、堀、現在の地図で確認してみますけれど、このように現在の地図を見ても、どう見たって堀はないんですね。なので、この辺りに堀があったということで、堀の跡を確認しに行きましょう。堀の跡はこの駿河町の通り道から一個北側の道を右に曲がったところなので、駿河町の通り道から一個北側の道を右に曲がったところ、ここですね。ここの間にあるのがおそらく堀の跡だと思います。で、曲がってきたですね、こういった神社があります。福徳神社っていうんですか、その神社の南側の道、この道はあったんですが、だいたいこの辺りですね、この建物がある真下ら辺に堀があったというふうにされています。なので、まあ、堀によって荷物を運んできてこの辺りで商売をするというふうな、そういったことがしやすいように堀を作っていたんでしょう。そして堀をですね、ずっと先に進んでいったらもう一個堀があるんですよ。こっちの方に向かっていこうと思います。一応向こうから歩いてきたんですが、もう何も残ってませんね。ここにまっすぐな道が見えていると思います。その道がここの堀の右側の道ですね。そしてこの建物がある真下、この辺りが堀でした。そして向こうにもう一本道があるのが分かるかと思いますが、その道がこの堀の左側の道です。もう何もないなって感じなんですけれど、まあ東京はそんなもんでしょう。とはいえ、次に紹介するものは残っています。現在僕がいるのがこの辺りですね。この少し北側にここ牢屋って書いてあるんですよ。なので、この道を北の方向へと向かって牢屋へと向かっていきましょう。さて、牢屋と書いてあった場所に到着しました。現在は公園となっております。現在は公園となっているこちらの場所ですけれど、昔はですね、ここに牢屋がありました。天馬町牢屋敷跡というふうに書いてあります。で、いろんな人がこの中に入ったんですけれど、一番有名なのはこちら、吉田松陰ですね。この公園内には、このように地下から現れた牢屋敷の石垣というふうに書いてありまして、実際にその頃に使われていた石垣がここに展示されています。現在はこんな感じで公園になっていますので、だいたいこの公園の大きさなのかなというふうに思うかもしれませんが、実はですね、この向こう側、こちらにお寺があるんですけれど、こっちの方にも屋敷は広がっていました。で、向こうの方にですね、石碑があります。ちょっと見えますかね、あの石碑。この石碑には江戸天馬町処刑場跡というふうに書いてあります。まあ幕末に安政の大獄といった、そういったたくさんの人が牢屋に入れられるといった、そういった事件があったんですけれど、その時にたくさんの人がここで命を落としたというふうに言われています。牢屋敷から出てすぐのこの交差点には小伝馬町というふうに書いてあるのがわかるかと思います。伝えるに馬って書いて天馬って読むんですけれど、天馬って何なのかっていう話をしておきましょうか。この周辺にはですね、天馬っていう人々が住んでいたから天馬町というわけです。じゃあ天馬って何かっていうと、まあ、今でこそ郵便等が発達していますので、割と情報の伝達はしやすいんですけれども、昔はできなかったわけですよ。なので、まあ、リレー形式で手紙を渡していくといった、そういったことをしていました。その職業が天馬です。地図を見つけたので少しお話をしておきましょうか。さっきの牢屋敷跡はこの公園、そして少し移動してこちらが現在地です。で、現在地から少し見ていくと、もう明らかにね、この地図でおかしいというか違和感を感じる場所があるんですよ。で、どこかって言いますと、これなんですよね。なんか変な形してるんですよ、ここだけ。見たらわかりますかね。なんか明らかに変な形がしてるんで、何かなというふうに思って、こ地図を見てみましょうか。はい、こちらですね、見えますでしょうか。ここに牢屋があります。少し出た後に左に曲がったら、ここに堀があるのがわかるかなと思います。つまり今さっき見たこの違和感のある通り道、これは堀の跡です。は
先ほど地図を見ながら変だなというふうに言っていた場所に来ました。ここがですね、堀の跡です。向こう側に見えています、あの道は普通に道があって、こっちの道も道があったんですけど、ここに細い道があるのが分かるかと思います。でこの細い道ですけれど、この反対を見ても同じように細い道が伸びています。この細い道のあたりに堀がありました。まあ地図で見れば変だなというふうに気づけるんですけど、普通に歩いていて変だなというふうに気づける人間っていうのはほぼいないんじゃないでしょうか。つまりこの向こう側に行くには、ここに伸びていた堀を渡る必要があったというふうに考えられます。で向こうの方に向かっていくと、両国と呼ばれる場所に続いていますので、そっちの方向へと向かっていきましょう。両国と言いますとですね、江戸時代の繁華街なんで、まあ、今でいうところのどんなイメージですかね、渋谷とかあとは新宿とか、そういったイメージなんでしょうか。ちょっと新宿とはイメージが違うかな。この道は江戸時代からありますので、まあ、江戸時代の人々も両国に向かうときにこの道を通っていったんだなというふうに思うと、まあ、現在若者たちが渋谷に向かっているような、そういった道であるというふうに考えることができます。すごいな、そう思うとなんかよく残ってるなというふうに感心しますよね。今指差している方向がさっき通ってきた道です。で向こうの方には、伝えるに馬って書いて天馬っていう場所があったんですけど、こっちにもまた馬という漢字を使ったものがあります。馬喰町ですね。じゃあこの人たちは何してたかというと、馬を食っていたわけではありません。馬喰というのは、まあ、簡単に言うと馬のお世話係ですね。だから天馬に使うような馬のお世話をしていた人たちが住んでいたわけです。さて向こうの方に見えております、あちらの橋、あちらの橋がですね、両国橋という橋です。この橋の向こう側が両国といった地域なんですけれど、その前に一つご紹介しておく場所があります。こちらですね、旧跡両国広小路というふうに書いてあります。まあ、どこかと言いますと、これ下に地図があるんですが、ここですね、両国広小路というふうに書いてあります。で右側には橋があると思いますけれど、これが両国橋です。でなんでこんな広い道が作られたかと言いますとですね、もしもこっちの方で火が燃えたとしても、向こうの方には燃え移らないようにしているというふうな、そういった火除け地が作られたわけです。でこの広小路ですが、まあ昔はこんなに車が通っていたわけではありませんので、火がないときは別にただの広い道です。ということでこの周辺には、まあ、祭りのような感じで、屋台が立ち並んでいたというふうに言われています。しかし江戸時代初期にはですね、そんな広小路もありませんでした。というのも明暦の大火といった大火、まあ、大きな火事ですね、大火事が起きたときに広小路が作られています。じゃあなぜそんなことになったかというとですね、向こうの方から火が、燃え始めまして、ずっとこっちの方に燃え移ってきたんですよ。で江戸の町はもう一帯が焼けてしまうというふうなことになっています。でずっと逃げていったんですね、みんながこっちに。でこっちに逃げていったら、ここで橋がなくってですね、昔、昔橋がなく向こう側に、逃げることができませんでした。ということでここでいっぱい人が死んだわけです。なのでですね、その明暦の大火の後に江戸幕府というのはこの周辺に橋をつけました。それが両国橋です。現在はここにあるんですけれど、この橋のちょっと南側、あっちの方にですね、昔は橋があったというふうに言われています。もう一つお話をしておきますと、この両国橋ですけれど、両方の国の橋というふうに書きます。何かと言いますとですね、こっちの方は昔の国名でいうと武蔵の国、向こうの方は、下総の国と言いました。なので、2つの国を結ぶ橋ということで両国橋というふうに名付けられています。それが今も残ってるんですね。ということで、今から武蔵の国を出まして下総の国の方へと向かっていきましょう。でこの橋ができたことで下総の国の方は、発展していったというふうに言われています。さて隅田川を渡りまして、両国の方向へと向かってきました。こちらの方がですね、先ほどお話しした下総の国です。先ほどですね、向こうの方から通ってきたんですけれど、こっちの方、ここには旧両国橋広小路跡というふうに書いてあります。なのでだいたいあの辺りに昔の両国橋がかかっていたんですね。でこの反対側には、まあ、一応道はあるんですけれど、あんまり大きい道ではありません。あそこにおまわりさんがいると思うんですけど、あの横がですね、さっきの両国橋があった場所です。でまっすぐ来ますと、こちらには看板がありまして、ここに恵光院の正門跡というふうに書いてあります。だからこの向こう側にですね、恵光院というお寺があるんですけれど、そのお寺の正門は昔ここにあったということです。とはいえ門が移転したとなったらですね、もうどうしようもありませんので、まあ入れるような場所に向かっていこうと思います。さて
て僕の後ろに見えておりますこちらの建物がですね、エコー院の入り口です。でエコー院何かと言いますとですね、先ほどからお話ししている通りこの周辺は明暦の大火にとても縁が深い場所です。なのでその明暦の大火で死んでしまった人々をここのエコー院に、埋めたというふうなそこでそして供養するというふうなですねそういった場所です。でエコー院がですねここにできたことによりまして、この周辺でですねエコー院による勧進相撲というものが行われ始めます。でお相撲さんがこの周辺両国には、国技館があると思うんですけれどその国技館の元になったのがこのエコー院です。エコー院のすぐそこにはこのように自転車置き場になってますけれどちょっと分かりにくいな上に登ってみましょうか。さて上から見たら少し分かりやすいかと思いますが床に丸い模様が書いてあるのが分かるかと思います。白と黒がここで入れ替わっているので分かるかなと思うんですが鉄でぐるーっと丸く何かが描かれているんですね。これがですね、エコー院の勧進相撲が行われていた頃の土俵です。まあ、土俵というか土俵があった位置です。そのようにですね両国で、エコー院の勧進相撲が行われ始めますとそれがだんだん定期的に開催されるわけですね。となりますと、両国には、国技館が立ちます。それが明治時代の話です。それでは実際にエコー院の中に入っていこうと思います。こちらには昔のエコー院の写真があります。中に入ったらね結構広いんですけれどこんな感じです。そのような経緯がありますのでエコー院にはこのように明暦の大火の供養塔があります。ちょっと見えにくいですかね。ここに明暦の大火が起こった年度明暦3というふうに書いてあるのがわかるかと思います。それではエコー院を出ましてですねこの両国ではもう一つ有名な建物がありました。というのがですね、金手本忠臣蔵とか言ったらわかるかと思いますが吉良上野介の屋敷があった場所へと向かっていきます。昔はだいたい12月になったらですね忠臣蔵といったドラマがあってたんですけど、まあ、最近はあんまり見ませんので、ちょっと知らない人もいるかと思いますので簡単に説明しておきます。今向かっているお屋敷の主ですね吉良上野介その人と、阿光藩の藩主、浅野匠守というその2人がいました。でこの浅野匠守という人がですねこの吉良上野介を、江戸城の殿中松の廊下でですねブサーッと刺してしまうといったそういった事件が起こります。これが、殿中、松の廊下事件かという事件があるんですけれど結局ですねそういった事件を起こした浅野はですね、切腹というふうになります。で切腹になったんですけれど、キラの方はですねお咎めなしなんですね。ということでキラの方もなんか悪いんじゃないかというふうに怒った浅野の家臣たちが、そのキラを殺しに行ったというふうなそういった事件が、この忠臣蔵の物語となっています。その阿光浪士の仇討ちが行われたのがこの場所キラ亭跡というふうに書いてあります。まあ、キラ亭の北側にあたって、だいたい吉良邸といったこの向こう側から広い地域だったんですけど、まあ現在はこの一部分しか残っていません。なんて書いてあるんだ？この公園は忠臣蔵でよく知られる阿光義士の討ち入りがあった吉良上野介義仲の神屋敷跡ですというふうに書いてあります。こちらにいらっしゃる人は吉良上野介。まあいろいろ書いてありますね。久しぶり来たらなんか地図が、地図があるんですよ。現在地はですね、だいたいここら辺の一角だったと思います。で、キラが隠れたのはこの周辺の台所の近くですね。ここの近くに物置、これかな？ここに隠れたんだと思います。で、まあ東と西からですね、どんどん阿光義士が入り込んできまして、でキラをやっつけるといったそういった事件が起こったのがこの場所です。結局あそこで、首を打ち取ったですね、阿光浪士たちは、この首を持ってどんどんこっちの方向へと向かっていきます。で向かっていきまして最終的にたどり着くのがですね泉岳寺といったお寺です。高輪にありますね。その高輪にある泉岳寺で、浅野のお墓の前に、キラの首を置きまして仇討ちを成し遂げましたよというふうなそういう報告をするわけです。まあ、それがですね大体忠臣蔵のストーリーなんですけれど、まあ、いつかその向こうから歩いていって泉岳寺まで歩くといったそういった動画も撮りたいなというふうに思っています。多分この動画が上がっているのはですね12月頃になっているんじゃないかなと思うんですけれどもまだこっちは7月なんでね結構暑いんですよ。まあ、僕が暑いのは全然いいんですけどこのカメラがね熱くなってきて壊れるんじゃないかと思いますのでちょっとまあ普通は歩いて回るんですが今回は電車を使おうと思います。
この両国駅からは江戸東京博物館が見えます。僕結構好きなんでね、あそこ行きたいんですけれど、今回の動画もぴったりだと思うんですが、現在は大幅改装中ということで中には入れませんので、まあ、また今度の機会ということにしておきます。そんなこんなで向こうから列車がやってきました。次は秋葉原、お出口は左側です。次は上野、お出口は右側です。さて上野にやってきました。上野で何を見ていくかと言いますと、こっちの方に上野公園があるんですけれど、この上野公園周辺にですね、たくさん浮世絵の舞台になっている場所がありますので、その舞台を比較していこうと思います。この上野公園の目の前にある大きな道路、これもですね、江戸時代の明暦の大火以後にできた広小路でして、日よけ地として機能しております。なので片方のあっち側が燃えたとしても、こっち側には燃え移らないといった、そういった形になっているわけですね。で、ちょっと見えるかなと思うんですが、この向こうに有名な建物があるんですね。ここからだったら見えるか、ぐーっと寄っていきますと、あちらですね、松坂屋というふうに書いてあります。さて先ほど見ていた松坂屋の下に来ました。このマークですね、覚えておいてください。このマークが右側に見える、そして左側には上野の広小路が見えているといった、そういった状態ですね。右側には松坂屋のマーク、ここに松坂屋というふうに書いているのが分かるかと思います。そして左側には上野の広小路が広がっており、奥の方に木が生えているのが分かるかと思います。木が生えているのはですね、現在も同じように生えていまして、あちらが上野公園です。この松坂屋がある上野ですが、明治時代初期にあちらに見えている上野公園周辺で上野戦争といった戦争が起きています。明治時代というからにはですね、旧幕府軍と新政府軍の戦いなんですが、旧幕府軍は今から向かっていきますあちらの上野公園に本陣を敷き、そして新政府軍はこの松坂屋の2階に陣を置いたというふうに言われています。なのでここから新政府軍になって、旧幕府軍のその拠点となっている上野公園へと向かっていきましょう。移動してきました、後ろに見えております、こちらから先がですね、上野公園といったエリアになっています。で、上野公園がここに昔からあったかというと、そういうわけではありません。上野戦争があった頃はですね、この先には公園ではなくお寺がありました。寛永寺というお寺です。その寛永寺の正門だったのがここにあります黒門です。これここにありますって言っても偽物なんですけれど、今は黒門の形をした噴水のようなものになっています。で、これですね、向こうの方に案内看板があるんで少し見ておこうと思いますが、こちらには黒門と、この壁線はかつてこの地にあった黒門の姿を表現していますというふうに書いてありますね。どこにあるかと言いますと、ここですね。僕はさっきこっちの方からずっと歩いてきました。で、中に入っていくためにはこの門を通らないといけないんです。黒門は寛永寺の総門です。かつては現在の上野公園のほぼ全域が寛永寺の境内でしたというふうに書いてあります。さっきお話したことですね。というふうなことで、ここが寛永寺の入り口だったんですけれども、まあ、さっき書いてあったように下には幕末の上野戦争で最も激しい戦闘が行われたのは黒門付近です。この戦いは主として銃撃戦でした。なんでね、ここ、移築されてまだ残ってるんですよ。今多分前行った時の映像が流れてるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、よく見たらですね、結構弾痕が残っていまして、当時のその戦いの跡がいかに激しかったのかが分かるかと思います。つまりこの黒門の向こう側からですね、将棋隊といった旧幕府軍がこっちには入らせないぞというふうに防ぐ戦いをしています。そして向こうの方からですね、新政府軍がダーッとやってきまして、この黒門を突破するぞというふうな、そういった戦いが行われた場所です。それが激戦地となっております。そんな黒門の横の階段を登っていきますと、向こうの方にですね、旧幕府軍と新政府軍の、まあ、分かりやすいような象徴といえるものがあります。さて登ってきました。向こうの方にちょっと見えていますでしょうか、あちらが将棋隊の墓、そしてこっちの方にはちょっと木で見えていませんね今、まあ有名だと思いますけど、上野公園の西郷隆盛の銅像があります。先ほど新政府軍と旧幕府軍を象徴するというふうに言いましたが、こちらの西郷隆盛が新政府軍の象徴でしょう。彼はこの黒門口の戦いを任されて戦った人物です。
そして旧幕府軍を象徴するのがこの向こうに見えております将棋隊の墓。彼らは旧幕府軍として黒門口の戦いを戦いました。そういった両者の象徴といえるそういったものがこの上野公園には残されております。こちらが将棋隊の墓です。将棋隊も結構前線してあちらの方向からやってくる新政府軍をですね防ぎ止めていたらしいんですけれども、こっちの方角に東京大学があるんですよ。そのあたりがですね加賀藩邸といいまして、藩邸になっていましたのでそこから大砲を打ち込んでくるといったそういった戦いを行っています。なので、この周辺は燃え尽きてしまいで将棋隊はそこから壊滅に向かっていくといったそういった話です。将棋隊の墓のすぐ近くこちらの方にはですね寛永寺清水観音堂というふうなお堂があります。このお堂ですが実はですねこれも結構有名でして浮世絵の題材によくなっているんですね。こちらに見えているのが観音堂です。そしてですねこっちに特徴的な松の木がぐるっと回っているのがわかるかと思います。これが、残っているというか再現されていますので少し見に行きましょうか。こんな感じであれはね確か後から復元されたものだったんで当時のものが残ってるっていうわけじゃなかったと思いますけれどもそれなりに景色は残っているという風な感じです。さてこっちの方に向かいますとですね忍池といった池があります。こちらが忍池です。先ほどお話ししていた東京大学があるのはあちらの方角向こうの方から大砲の弾がドーンと飛んでくるわけですね。ボーンと飛んできたものがあっちの方にあった黒門の方に直撃とそこから、上野戦争は決着がつき始めるといったそういったことですね。こんだけでかい池があるんだったら結構防御力は高いというふうに僕も思うんですけれどもさすがにね技術の進歩はすごいなと思います。大砲なんか持ってこられたらねそらちょっとこの大きな池も防御機構としては弱いものになってしまうんじゃないでしょうか。この忍ばず池も名所としてよく知られておりこのように浮世絵の題材とよくなっています。もうなんかハスが多すぎてよくわかんない池なのかどうかすらわかんない感じになっていますけどこれはこれで綺麗なんじゃないでしょうか。それでは上野公園を離れましてですね今から向かっていきますのが江戸の名所として有名な湯島天神へと向かっていきます。さて天神というふうな名前がついているからにはですね誰が祀られているかはわかるかと思います。学問の神様菅原道真ですね。つまりですね菅原道真が学問の神様として祀られているからにはこの周辺の人々は、受験シーズンになりますと湯島天神に向かうといったそういった話を聞いたことがあります。到着しました湯島天満宮です。こちらはですね結構江戸の名所として知られておりまして多くの浮世絵の題材となっております。よく見るのがここですね、階段を登ってきましてで、向こうの方を見ましたら今は見えませんけれど向こうの方にですね上野公園の忍ばず池が見えたというふうなそういった景色が広がっていました。それがこんな感じ昔はこのように池がきれいに見えていたんですね。別の絵ではこのように凧が上がっている様子も見られます。あんまり形は残っていませんけどこの石垣の形がですね向こうにある石垣と大体同じような形をしているのがわかるかなというふうに思います。江戸時代には富くじといいまして現代でいうとこの宝くじですねそれを行ったことでも有名です。宝くじなんていうのはね結局やっている側が一番儲けるんで最終的にすごく儲けたんじゃないかなというふうに思います。湯島天神の前の道を見てみるとずっとまっすぐ出てるんですよね。これはおそらく天神への参道がそのまま使われているといったそういった道ではないでしょうか。さて結構歩いて移動してきました。後ろに見えているのが神田明神です。神田明神ですね、有名な人物が祀られています。平将門ですね。平将門は平安時代の人物なんで、今回の江戸の話からは少し離れるんですけれども、江戸時代も有名な場所として知られていましたので少しお話をしておこうと思います。平将門という人物は、平安時代の人物で、
と平というふうについているからには平氏ですね。でそういった平氏の人物がここに集められているには理由があります。何かと言いますとですね、上平天行の乱と言いまして、戦乱で戦った人物なんですよ。で、結構恨みを持って死んでいったんでここで沈められているといったそういった人物ですね。平将門という人物はもう頼られたら全部断れないというふうなそういった人物でして、もう関東に来たらですね、どんどんいろんな人から頼られまくってもう大人気になっていくわけです。でそんな人気になっていった将門ですが、まあ部下の中の一人がですね、いや将門さんと、あなたこのままの調子だったら結構いいところまで行けるんじゃないですか、新しい国を作っちゃいませんかというふうに言いまして、でもう関東に独立国家を作ろうというふうなそういったことをしたわけですね。ということでこの平将門は朝廷から敵というふうに見なされて朝敵となります。で、朝廷から、追討軍を向けられた末に、殺されてしまったというふうなそういった人物です。ここで江戸時代の神田明神の絵を紹介しておきますと、こんな感じ、右側にですね、今見ていた楼門があるのがわかるかと思います。そして左側には鳥居ですね、この楼門がありまして、さらに左には鳥居が残っております。ちょっと見えにくいですけれど、向こうですね、このように現在もその風景が残っております。そんな神田明神の鳥居をくぐって出てきた先のこの道の少し先にですね、あちら見えるかと思いますが、右に入っていく道があります。あちらの方ですね、坂道になっておりまして、昌平坂といったそういった有名な坂道です。こちらがその昌平坂、この坂道の一体何が有名なのかと言いますと、この右側ですね、この右側に昌平坂学問所といった朱子学の講堂があったんです。それが有名なんですね。江戸時代と言いますとですね、初代が徳川家康、そして3代目が有名です、徳川家光、そして4代目があんまり有名じゃないんですけど、徳川家綱といった人物です。そしてですね、3代と4代のちょうど間で結構大きな転換点があります。武断政治から文治政治に変わるといったことを言うんですけれども、武断政治というのはですね、自分の武力によって統治をするといったそういった政治です。なので、まあ徳川家康のような、まあ、戦国時代を戦っていた人物は俺は強いんだぞと言ってみんなを言うことを聞かせていたわけですね。で文治政治というのはですね、家綱以降になるんですけれども、それ以降は、まあ、学問によってそんな戦いとかしちゃいけませんよみたいな、そういった話をしていこうというのが文治政治です。現在も日本人は目上の人を敬いなさいとかそういった感覚を持っているかと思いますが、その感覚が、作られたのがですね、先ほどお話した文治政治の時期です。なので、まあ、現代の日本にも通じるようなそういった学問が行われた場所というのがこの湯島聖堂です。徳川綱吉といったらですね、大体あの生類憐れみの霊っていうのが結構有名なんですけれども、その綱吉っていうのは結構学問好きだったんですね。結構というかもうものすごい学問好きでした。なのでですね、この湯島聖堂をここに置いたのも、綱吉です。今話したことが書いてありましたね。徳川綱吉が儒学の振興を図るために湯島の地に聖堂を創建して、上野にあった林家の塾をここに移しましたというふうに書いてあります。これが湯島聖堂の始まりですと、まあ、結局その後どん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 儒教は発展していくわけですけれど、いろんな絵がありますね。あ、これとか分かりやすい。今見えているこちら正面の建物が向こうに見えている建物です。さてこちらですね、よく見る光景かなというふうには思います。なんか鉄道好きの方とかはよくここで写真撮ってたりしますよね。でここ何かと言いますと、まあ、歴史好きの方にはですね、ちょっとお伝えしておきたいポイントがありまして、左の方を見ましたらですね、湯島聖堂があるわけですよ。ちょっと段差が高くなってますよね。そして右側見ますとこっちも段差が高いんですよ。ってことはちょっとこんな感じで谷のような地形になってるわけですよね。ここはこちらが地形の高低差が分かりやすい地図を使ったものです。でちょっと見てみるとですね、ここに絶上台地といいまして台地があるわけです。でここも台地になってるんですね。江戸城があるのはこの絶上台地の先端です。そしてここなんですが、もう明らかにね、人工で作られた堀があるわけですよ。これ何かと言いますと江戸城の外堀なわけです。だから江戸城の守りとしてここにわざと谷を作ったんですね。さっき見ていた谷というのは人工的に作られたものでした。そう考えるとここものすごいですよね。こんな高さを人間が掘ったんですから、当時はショベルとかそんなものありませんので、もう本当に人力で掘った谷であるということがわかるかと思います。この周辺をお茶の水というふうに呼ぶのですが、これはもう名前そのまま
お茶に使うための水がここら辺で湧いていたからですね。二代将軍の徳川秀忠、彼がですねこの周辺で採れた水でお茶を飲んだと。それでですね結構それが良かったらしいです。で、うん、この水はいいなというふうなお話になりまして、それで最終的に毎日その水を、徳川将軍に献上するといったそういった習慣が出来上がったということから、この周辺をお茶の水というふうに呼んでいます。この周辺を古地図で確認してみますと、なんかいろいろと名前が書いてあるんですけれど、伊東であったり尾形であったり堀、いろいろ書いてありますね。これはですね何かと言いますと、この周辺に住んでいた武士の名前であるというふうに考えられます。なのでこの周辺、今なんかギター屋さんがいっぱいあるんですけれど、この周辺はずっと武士が住んでいたというふうな、そういった町であることがわかります。お茶の水の方からですね駿河台をずっと下ってきたんですけれど、するとですねこっちにちょっと斜めに入っている道があるかと思います。つまり向こうの方に駿河台があったんですが、これをずっと下ってきました。そして下った先のこの斜めの道が昔からある通りです。富士見坂というふうに書いてあります。そして先ほど通ってきた斜めの道から出てきましたこちらの大通り、こちらの大通りが靖国通りです。ここから先はずっと向こうに行けば靖国神社があります。この周辺は別に紹介するものがないんですけれども、だいたいそういう時って僕はあの古地図に頼るんですよね。で古地図見ながら何か紹介できるものないかなというふうに考えるんですけれど、まあないんですねこの周辺は。さっき見たところ、なんだろうな、ちっちゃい名前、ちっちゃい字で武士の名前がちょろちょろっと書いてあるくらいで、あんまりなんか紹介しても面白くなさそうなんでね、ずっと先の方に行って紹介するものがあるところまで進んでいこうと思います。まあ一つ紹介するとしたらですね、こちらちょっと読めないような漢字なんですけれど、まな板橋というふうに言います。この橋の下、このように川が流れているんですけれど、上の方は、高速道路、もう大体わかるかと思いますが、これも江戸城のお堀の跡です。まあそんなことは普通に歩いていてもわかるわけがありませんので、そういった場合はですね大体地図を使ったら一目瞭然でわかりやすいかと思います。おそらく皆さん現在は、Google マップの映像が見えているんじゃないでしょうか。だからこうやって見るとですね、江戸城のお堀なんだなということがわかるかと思います。そして今から向かっていくのがこのまな板橋を過ぎたその先、ぐっと坂道が上がっていっているのがわかるかと思います。あの坂道を九段坂と言いまして、九段坂の下にある駅だから九段下駅といった駅がここにあるんです。地図を見つけたので今まで通ってきた道を確認していこうと思います。進んできたのはこっちからですね、こっちから進んでいきまして、ここに高速道路が通っているのがわかるかと思います。この下がまな板橋です。でさらに進むと現在地がここにあります。で現在地はこれが、どっかに書いてあるかな、あここだ、九段下というふうに書いてありまして、この辺りが九段坂ですね、ここに書いてあります。で、九段坂を登りますと今から進んでいく方向ですね、田安門に入ろうと思っています。で田安門からぐるっと回っていきまして、こちら清水門があります。清水門の方から外に出るとこっちの方向、まあ、皇居の方向に向かっていこうと考えております。さてここもですね浮世絵と比較したら面白いポイントです。右側の方にこれ、道が通っているのが分かるかと思います。これが九段坂です。そして左上の方にここに門がありますね、これが田安門ですね。じゃあそれを現在の地形と見比べてみますと、右側の方向、こっちの方に坂道がありまして、こちらが九段坂、そして向こうの方、あそこに見えますかね、門があるんですけれど、あれが田安門となっております。これ田安門付近なんですが、下の方にもちょっと石垣があって、こっちはおそらく土でしょうね。そのさらに上にもこのように石垣があるといった感じで、多分下の方の石垣は土が崩れていかないようなそういった仕組みで石垣になってるんでしょうけど、上の方は櫓があったんでしょうかね、あっちの方櫓がこの上に作られていて、で、戦いの時にはここから鉄砲や矢が発せられるといったそういった防御機構となっていたのではないでしょうか。1個言い忘れていました、九段坂の由来ですね、まあ、これは諸説があるんですが、この右側を見ていただくと石垣が1段、2段、3段、4段というふうに段差になっているのがわかるかと思います。これが9段あったから九段坂というふうに呼ばれるようになったというのが、まあ、一つの説です。もちろん段差があるわけはありません。先ほどの浮世絵にも載っていました、あちらが田安門です。そして田安門から出てすぐのところ、あちらの方には靖国神社があります。ちょっと今回は靖国神社の方には入っていきませんが、
田安門の方に向かっていきましょう。確か江戸城の中で現存している最も古いものがこの田安門だったかなというふうに思います。田安門入っていくともう完全に江戸城の門って感じですよね。マス型になっています。櫓はあそこ閉まってんな。多分開くんでしょうけど、やっぱり合っていましたね。さっき言ったことは、田安門は江戸城の総構え完成当時に遡る現存唯一の建物であり、高い価値を有している。唯一なんだ、最も古いだけではない、これしか残っていなかったというふうな、そういった貴重な門です。さて、田安門から中に入ってきますと、こちらに日本武道館があります。今見たら、なんだ、武道大会があってるそうですね。で、まあ、僕は別にそれは興味ないんですけど、この田安門から入ったこっち側にですね、田安家の屋敷がありました。そしてこの武道館の向こう側ですね、向こう側には、清水家ですね、清水家の屋敷がありました。田安門のすぐ近くにあったかは田安家なんですよ。で、じゃあ清水門の近くにあったから清水家ってことなんで、じゃあ清水門の方へと向かっていきましょうか。ちなみにですけど、僕が今普通に歩いているこの辺りですね、まあ、江戸時代には普通の僕みたいな庶民が入れるような場所ではありません。北の丸と言いましてですね、もう江戸城の廓の中に入っています。なので、まあ、僕がこんな感じで歩いていたとしたら、北の丸を警備している武士からですね、切り捨てられてももうおかしくないといった、そういった状況です。さて、到着しました。こちらが清水門です。ぐるっと回っていって、そしてまたこっちからぐるっと入っていくような、そういった門ですね。なので攻めてくるときはこんなぐるーっと回らされて、こっちに回らされるような、そういった作りになってました。もう防御が高いというのは一目瞭然でしょう。そしてこの上の方からですね、狙い撃ちができるようになっています。もう見たら分かりますよね。向こうから入ってきた敵をここからもう撃ち抜くといった、そういった戦術が使えるわけです。あっちの方からもね、あそこには狭間があるか、あそこからも鉄砲がピョッと出てきて横からも撃つというふうな、そういった危ない場所でもありました。あ、でもあっちにもあるな、あっちからも撃てるぞ。ということはこっちは開けてるのはわざとですね。ははー、なるほど。なんか書かれている内容はだいたい田安門と同じなんですけれど、最後の文がちょっと違いますね。清水門は建立年代の判明する江戸城の遺構として高い価値を有しておりというふうに書いてあります。まあ、物は言いようと言いますか、さっきの田安門を見た後だったら見劣りしてしまいますよね。それでも、まあ、清水門が素晴らしいものであるということは変わりません。田安、そして清水というふうに来たらですね、まあ、歴史好きの方は次何をするかというのは予想がつくんじゃないかなというふうに思います。僕が今やっていることですが、徳川御三峡といった、そういったお家3つをですね、ぐるっと回っていくといった、そういったことをしています。なので今から向かっていくのはあっちの方向にあります、一橋家の屋敷があった場所です。さて、清水門からずっと道を進んできたんですけれど、こっちの方にですね、車が通っていく道があります。でずっと奥見てみるとまっすぐ続いているんですが、なぜか知らないけれど、あそこに謎の出っ張りがあるわけですね。あの出っ張りは何なのかというのをちょっと古地図を見て確認してみましょうか。古地図を見たらこの周辺に木地橋御門といったマス型の門があったことがわかるかと思います。なのでさっき見てきたあの田安門みたいな感じでしょうかね。おそらくあれと似たような構造をしていたんじゃないかと思います。ちょっと向こうの方を見たらですね、見えますか、あれおそらく門の遺構なんじゃないでしょうか。ちょっと向こうに渡る手段がすぐにはできそうにないんで、ネットで調べたんですけれど、正解でした。江戸城の木地橋御門の石垣跡だそうです。江戸城の石垣をぐっと渡るようにして向こうの方に高速道路が続いているのがわかるかと思います。多分高速ですよねこれ、まあ、こんな感じでね、もう江戸城の中を高速が通ってるんですから、すごいですよね。お城ですよ。ありましたよ、ここに一橋徳川家屋敷というふうに書いてあります。ここに説明がありますが、今さっき回ってきた、田安家と清水家、そして今のここにある一橋家、この3つを合わせて御三峡というふうに呼ばれますというふうに書いてます。で、この御三峡の役割ですけれど、将軍家に後継ぎがいない場合に、御三家にも将軍となりうる該当者がいない場合、だからその2つをクリアしたら将軍を送り込めるというふうな家柄ですというふうに書いてありますね。で、有名なのはもうとにかく力を持ったのがこれ一橋治済、この人がねすごく力を持ったんですよ。そのおかげでその長男の家成が将軍となります。あの夫姓将軍とか言われて有名な人ですね。その人がですね、将軍となり、最終的に一橋の旧姓徳川最後の15代将軍徳川慶喜ですというふうに書いてあります。だから慶喜が一橋慶喜っていうのは、徳川慶喜になる前は一橋慶喜だったからですね。そして向こうの方に進んでいきますと、ちょっとなんか分かりにくいかな、
角度を変えましょうか。こちらちょっと道が向こうに出来上がって壊されてはいるんですけれど、まあ、少し残っていますね。これが一橋御門の跡です。だから、さっき見てきたような田安家や、清水家の近くにあったあの門がね、マス型といった四角い形をしてたと思うんですけど、その形がこの周辺にもあったんですね。まあ今は見る影もありません。さて、一橋門からずっと内堀通りを歩いてきました。ちょっとね、もう暑いし疲れたからあんまり喋る気力がないんですけれど、もうちょっとで今回の動画も終了ですので頑張っていきましょう。向こうの方へと向かっていきます。一応紹介しておきましょうか。こちらがですね、江戸城の大手門です。まあ、大手門というのはですね、お城の正面玄関に当たるような門です。なのでここから入っていったら江戸城の見学をすることができます。昔はこの内堀も実はですね、ここで途切れていました。まあ、古地図を見たらわかるんですけれど、この先ですね、堀になってるわけですよ。つまりちょっと見えるかな、なんか跡が残ってたら面白いんですけど、まあ、残ってそうですね。この段差わかりますかね。左側がカクッとなっている石、右側が丸くなっている石、これがですね、昔と今の石垣です。もちろんですが、こっちの丸い方が昔、こっちの四角い方が今です。なのでこの石垣のずっと切れ目の先にはお堀の境目があります。つまり僕が歩いているこの辺りはですね、昔はお堀だった部分、要するにですね、ここは歩くことができなかった場所です。反対側にも形跡があるかなというふうに思ったら、なんかありそうなんですよね。おそらくこの角の部分らへんでお堀が途切れていたのではないでしょうか。いやー、長かったですね。一日中歩いていました。向こうの方には朝出発した東京駅が見えています。現在の時刻は、4時38分です。もう本当に一日中歩いているといった、そういった一日でした。向こうの方にね、まあ、江戸城の象徴ともいえる二重橋がありますので、その二重橋を見たら今日の動画はおしまいにしましょう。到着しました、二重橋です。二重橋といったらだいたいこの向こう、あ、今人が通ってますね。あそこの方と手前の方でなんか橋が二重に見えるから二重橋っていうふうに思っている方が多いんですけれど、まあ、別にそれが間違いというわけではなく、最近ではそういうふうな使い方をされるということも、まあ、理解はしております。で、まあ、実際もともとの話をしておきますと、この向こうにですね、奥にある橋、あっちの橋がもともとは二重橋です。手前の橋は別の橋ですね。で、どういうことかと言いますと、奥の方の橋の上に今一つ、橋があるんですが、その下にもう一個橋があったんです。なのでそれをですね、二つの二重になっているということで、二重橋というふうに呼んでいたということになっております。まあ、二重橋はこれが有名ではないでしょうか。明治天皇が江戸城に入っていく時の様子です。こちらの一つ目の橋を通って奥の橋を通って江戸城の中に入るといった、そういった状況ですね。なので明治時代の始まった頃に明治天皇がこの橋を渡り、そしてこちら奥をぐるっと回りまして、さらにその奥の橋、二重橋を渡って江戸城に入った。そこから江戸の話は終わり、東京の話が始まっていくといった、そういった重要な転換点でもあります。さて、今回の動画はこれにて終了です。皆さんですね、江戸東京を楽しんでいただけましたでしょうか。こういうふうにね、いろんな歴史を感じながら、ぐるっと東京を回ってみるのも楽しいと思いますので、ぜひやってみてください。それではご視聴いただきましてありがとうございました。